アメリカ陸軍特殊部隊軍及び赤十字社と共同して活動するコスタリカの武装警官本校ではコスタリカの軍事組織について述べる。1949年、コスタリカは憲法で常備軍を廃止し、以後は集団警備力として準軍事組織に頼ってきた。ただし憲法上で放棄されたのは常備軍であり、必要に応じて軍を臨時に設置することは 法的に認められている国家の非常事態の際には国会議員の3分の2の賛成投票により大統領に徴兵制の実施及び軍隊の編成の権限が与えられる。また、常備軍が廃止された後も野党勢力によるクーデターを警戒して与党支持者による予備役民兵組織は残されており毎週末に訓練が行われた。さらに1980年代には サンディニスタ民族解放戦線の脅威を背景として民兵の強化が図られた。上記のように国民解放党が在京軍人を組織化していたほか、政府も1982年に国家緊急人民組織を編成しており、1984年の時点で前者は1万名、後者は6500名の兵力を確保していたほか、 小規模な組織も多数発足していたが、こちらはいずれも極右の反共組織であった。これらの民兵、紙兵組織をすべて合わせると、少なくとも2万名の人数が確保されていた。また、アメリカ軍により軍事訓練を受けた部隊として、1982年にはコンドル大隊、1983年にはコブラ大隊が発足した。1985年には、 アメリカ陸軍特殊部隊軍による訓練キャンプも設置された。その後、1986年に成立したアリアス政権下での非武装化の方針を受けてアメリカ軍は撤退した。立法議会警備にあたる警察部隊公安省の管理下で警ラ警備警察における集団警備力を担う組織であり、1994年から1996年にかけて 既存の治安警備隊、地方支援警備隊、外勤警察及び国境警備隊を順次に統合再編して編成された。憲法で常備軍が禁止されていることから国の自主性を守る、公安、秩序を守る、住民の安全を守るという三つの役割が付与されている。公安現役部隊担当副大臣の指揮下にある内部部局として刑務局、特殊部隊局、 ホーム支援局、地域局、考慮保安局、防犯企画局が設置されている。また、地方支分部局として11個の州部局、その下部組織として93個の警察署が設置されている。合計で12,600名の人員を要するが、国際戦略研究所では、このうち9,000名を準軍事的要員として数えている。これらの準軍事的要員は、 国内の治安維持や麻薬戦争、犯罪対策だけでなく、地域の平和維持活動にも投入されている。特殊部隊として、特殊部隊局には、警察介入部隊及び特殊支援部隊が設置されている。なお、その他の法執行機関でも、大統領府には特殊介入部隊、司法捜査局には、戦術対応部隊が設置されている。これらの特殊部隊は、 アメリカ合衆国など域外からの軍事訓練を受けており、500名以上の警察官がアメリカ陸軍米州学校で訓練を受けた。上記の通りに複数の組織を統合して編成されたこともあり、消火器は極めて多彩である。常備軍廃止直後、アメリカ合衆国から M1911A1 拳銃及びスミスワンド、ウェッソン、38口径拳銃、 M3 サブマシンガン、M1 カービン、M1 小銃及び、ブローニング M1919 銃機関銃が、供与された。またその後、様々なルートから、H&KMP5、M16H、M H 65式フヤリ、IMI ガリル、FN フェル、スプリングフィールド M14、ドラグノフ狙撃銃、M203 グレネードランチャー、M60 機関銃が入手された。 重火器として、少数の 60mm 及び 81mm 迫撃砲を保有する。サンディニスタによる航空攻撃に対処するため 20mm 対空砲を保有していたが、これは2017年現在退役状態にある。また、M3 装甲車や M113 装甲兵員輸送車、UR-416 装甲兵員輸送車も保有していたが、 30年来活動実態が確認されていない。沿岸警備隊は、治安警備隊会場部隊を解消して設置された。特殊部隊担当副大臣の指揮下にあり、2018年、現在、自民400名、巡視艇8隻を要している。最有力のイスラデルコ,コは1978年に、アメリカ合衆国製の民間向けクルーザーを購入したもので、 満載排水量118トン、全長31.73メートルで、最大速力33ノット、ブローニング M20 機関銃及び60ミリメートル迫撃砲を搭載している。また、アメリカ沿岸警備隊の退役選定の取得も計画されている。航空部隊は、特殊部隊担当副大臣の指揮下にあり、2018年、現在、人員400名。 航空機20機を用している。保有機材は下記の通りである。パイパー PA-34 個のうち MD500 と MD600 は2008年当時には簡易式攻撃ヘリとして運用されていた。1990年代にニカラグアカラミル17を導入して用人輸送に利用されたが2002年にコロンビア陸軍へ売却された。 2019年にアメリカから UH-1 を4機導入した。ありがとうございます。